ゆかスタポッドキャストへようこそこのポッドキャストでは私大石由香とクリエイティブアシスタントの佐ろさんと奈々さんと気になるテックニュースや動画制作の裏舞台などをおしゃべりしますゆかです,かです今週1週間以内にあったことあの昨日アメリカはフォース・オブ・ジョライ、えー、独立記念日かな、はい うんうん、ということで、まあ、みんな休みでみんなバーベキューする日みたいな <laughs> 国,国民みんな <laughs> バーベキュー <laughs> っていう感じだったんですけどうちも漏れなく屋上でバーベキューパーティーをしていい、ね、あのピザを、ね、焼いたんですけど、うん、バーベキューグリルですごいそうで前もやったことあるんですけど<ー>あの普通にグリルの上に置くとめっちゃ下だけ焦げて<ー>全部あと生焼けみたいになるんですけど。 前会ったこう料理系クリエイターの人にその話をなぜかしたら、うん、<laughs> コツを教えてもらってあのバーベキューの炭をパカって左右に分けて、うん、で真ん中にピザを置くとなんかこう熱がこういい感じに回って釜状態になってできるって聞いて<ー>それやってみたらうまくいったと<ー>いうことがよかったことで美味、えー、しそう, <laughs> そうあとティラミスも初めて手作りして。 なんかうまくできたので、ーーでそれも良かったです。良か<ー> <laughs> ったです。美味しかった、はい、ティラミス。<laughs> ありがとうございます。さひろです。えっ、ー、と私もあのアメリカに住んでいますので、はい、独立記念日を <laughs> 便乗してお祝いしてきました。えっ、ー、と私はですね、近所のホテルのルーフトップパー みたいなところに行ってですね初めて行ったホテルなんですけどなんかプールがあってなんかパリピみたいな人がめっちゃいっぱいいてあどうしようかなみたいなちょっとあわあわしながらですねあの飲み物をたくさん飲んでちょっとこう気分を良くしてはい一応バーベキューも食べましたはい、花火も見て花火も見て もうでも花火が9時45分ぐらいまでなんか大きいのが出なくてうちもそうだった眠くて眠くてもう10時前には家に帰りました花火めっちゃ遅くまでやりますよねあ本当なんかもう12時過ぎてもやってたからそうですよねめっちゃうるさかったうるさかったですうちもヨッシーがかわいそうだったねそうですよね犬はちょっとかわいそうなんですけどかわいそうです 今日の話題はですねもう速報という感じで先ほどインスタグラムから「スレッズというツイッターキラーになるのではないかと言われているアプリが出ましたゆか、はい、スタポッドキャストではもも結構前にそのアプリについては話してたんですけどやっと正式にローンチされたということで、はい、えと数時間使ってみてたんですけど、はい、結構これは。 来てますね楽しいやっぱり初めて使う SNS って <laughs> うんうんかそってるじゃないですか普通誰もいないんでだけどスレッズはもともとインスタからの人が大量流入してるから人がめっちゃいっぱいいる感じがして友達もいるしあの友達じゃない人もいっぱいタイムライン流れてくるんだけどもうとにかくもうお祭り騒ぎみたいになってて。 すごいローンチデーだなというファーストインプレッションでしたで、ね、タイムラインがカオスですね今ね <laughs> なんかどういうアルゴリズムになってるかよくわかんないけどでも友達がいいねしたり、うん、友達がフォローしてたりするとかっていうのも関係してそうな感じがしてますね全くの赤の他人っていうわけじゃないですかねなんかそういうい場合もあるっぽくてでなんかあの 認証マークのチェックマークがついてると、はい、それがなんかブーストされるとかもありそうな気がしています。いということで、スレッツまだ使い始めてない方へどんなもんかというのを簡単に説明しますと,、うん、えと一応別アプリであのインスタグラムの親会社のメタが配信しているアプリでで、うん、スレッ a を使うにはインスタグラムのアカウントが必要です。最初にに使うとき インスタグラムのアカウントとつなげるみたいな感じでサインアップしてでそうするとインスタのアカウントでフォローしているアカウントフォローしますかっていうのが聞かれてあの一つ一つ個別にこの人はフォローするこの人はフォローしないっていうことをやることもできるし全部いっぺんにフォローするっていうふうにやることもできますで基本的に UI とかはもうツイッターととても似ていてホームサーチ新規作成 通知プロフィールみたいな感じの5個のタブが今はありますねはいでだから DM とかはまだこの中には入っていません、うん、そうそのホーム画面というかこのホームタイムラインみたいなのはもう1種類しかないのでフォローしてる人だけを見るとか おすすめを見るとかはできなくてもうなんかよくわからんアルゴリズムの <laughs> カオスなタイムラインだけが今のところは流れているみたいな感じです。はい、で特にあの時系列でもないというね。と、ね、<laughs> いうちょっと今はカオス状態ですけど今日本当初日なんでね <laughs> まだまだこれから昨日どんどん入っていくと思いますがそんな感じであとはちょっとツイッター とと違うところはテキストがね結構多く使えて、うん、500文字まで投稿できるのと、はい、あと画像とか動画も10個、うん、動画も含めて10本なのかちょっとよくわかんないけど写真だと少なくとも10個載せれるっぽいですね。はい、で今のところ広告は入っていないなけど、はい <laughs> もう多分すぐ入ってくると思う、この記録、ね、<laughs> がすごいし、<laughs> あとやっぱりインスタとつながっているし、そもそもね、この利用規約の中に、めちゃめちゃプライバシー情報、捉えてるですねそう <laughs> これ、結構怖いですよね、<laughs> ファイナンシャル情報とか、<う>ヘルスインフォメーションみたいなのも入ってました、ね、でもこれって、一つ一つオフにできないんですかね。 でも多分、もうすでにインスタ使ってたらそれ取られてると思うんですけどなのでちょっとこれだけ使わないってやっても,もうなんかあんま変わらないんじゃないかと思ってるんですけどまあ結局ね、ねあのインスタもフェイスブックもスレッズも結局広告ビジネスなので広告でターゲットするための情報が金脈なのでう。 それはめちゃめちゃ取られていると思った方がいいです、うん、で、えー、とそれによってですねなんと EU では使えません <laughs> かわいそう <laughs> とりあえず少なくとも今日からは配信されていなくて <laughs>、はい、なぜかというと EU は結構データ保護の規制が厳しくまあ GDPR とかね法律がなんかそのデータ共有に関してのものが すごく厳しかかったりとかあともう今すでにメタに対して GDPR 違反の罰金が、ね、<laughs> 課されていたりするのでとりあえずちょっと EU やめとこみたいな感じで、はい、EU の <laughs> 配信はないんですけどイギリスはねブレクシットしてますので、はい、EU じゃないので,で、ねはい、イギリスでは使えるそうです、はい、あとねすごく面白い点がですね、うんうん、こののスレッツっていうのは アクティビティパブっていう業界のプロトコルを使っていて、うんはい、マストドンとか聞いたことありますよね,、うん、すね分散型のツイッターみたいな感じで言われるんですけど、うん、まあ今までの SNS って例えば、まあ、インスタもツイッターもそうですけど一つの会社が全てをデータ持ってるし握っている代わりに全部その運営としてのなんかサービスを提供してくれるみたいな、うん、はい 感じで成り立ってましたがこの分散型っていうのはそういうこの運営を人々の手でやんなきゃいけない代わりにすごく自由にこのサービス感じゃないけどなんか行き来できるみたいなうん、うん、そうですねサーバー感を行き来するす、ね、サーバーって言っていいのかなインスタンスか多分正し<の>、はいあ、ね、用語はインスタンスだけどまあ ーーととかで言うとサーバーみたいな感じだと思いまんかそういうのを行き来したりとか,なんかリンクしたりとかできたりとかするんですけど、うんうん、そのプロトコルをスレッツも使っているということで、はい、これはね結構ビッグニュースというか、うん、うい前にあれかな NFT とかの話をした時にその分散型と中央集権型みたいな話をしたんですけどこのメタとかって中央集権の 塊みたいな <laughs> 全てのデータを俺が取ってマネタイズするぜみたいな感じの会社だと思うんですけどなんかその中でもここはこの分散型の方にもこうアプローチしているっていうのが面白いなと思っていてまマストドンとかもすごく昔からあってなんというか盛り上がって。 ってないとは言えないけど盛り上がっているともう言えないようなちょっと微妙な状態でずっと多分使ってる人は使ってるみたいな感じだけど使ってない人は全くわからんみたいな感じだと思うんですけどもしかしたらそういう別の同じプロトコルを使っているサービスにもこう活躍の機会がスレッズが人気になることによって出てくるかもしれないなと思いました。 まだ複数アカウントを切り替えは簡単にはできないっぽくて一、ね、回ログアウトして、うん、もう一回別のインスタアカウントに変えてからそっちからスレッドに飛ぶみたいな感じにするといけると思うんですけどちょっと面倒くさくてまだでできてないですスレッド内ではそのアカウントしか見れないってことでですすよねねそうですねインスタだとなんか切り替えすごい簡単にできるじゃないですか、ねですね、長押しで。うんうん そういうのはまだ入ってないっぽいですねでも最初の2時間で200万サインアップということで <laughs> <い>ううゆかさん通知がすごかったっていう,う通知がもうずズズズぶズズもう机の上で <laughs> あのバイブが止まらんみたいな感じになっててこの盛り上がってる感はやっぱね大事ですよね <でも S 2> あ、そうですね私たちのやっているブルースカイ 盛りり上がも微妙に <laughs> ねブルースカイもね<ー>結構盛り上がったんですけどね,ねこの数日間ででもやっぱね人がいないんですようんそうですねだけどやっぱりこの今回その2時間で200万サインアップあっても全然サービス落ちたりしてないしうんなんかちょっとアプリのバグはあるけどうんやっぱりこの サーバーの強さとかインフラ強いし <laughs> そうですねちょっとこのさカウントダウンしてじゃないですかま、ね、あれで一斉に来るの, <laughs> あの運営側だったらマジ怖いと思うんですけど <laughs> <確かに笑>ちゃんと耐えててさすがだなと思いましたねすすごいでねブルースカイはこの前の,あのツイッターが API 制限したあのにもうサーバー耐えられなくなって。 新規ユーザーサインアップああ、シャットオフしてましたね、<laughs> 切ってましたからね、やっぱりねあの、あのレベルっていうか、すごいいきなりトラフィック増えると、やっぱり対応大変だと思うので、メタ、うん、さんはもう、どんと来いみたいな感じで、はい、カウントダウン、どやーってやって、ちゃんと耐えてたから、さがっすって感じでしたね。ゆかさん的にインススタとスレッド、うん 人のなんかもうほ<ー>本当にツイッターの後釜的な感じで考えてますかそう,そうですねうん,なんか結構私ツイッターめっちゃ昔から好きで <laughs> あのテキストコミュニケーション好きだと思うんですようんディスコードでもそうだけどなんかチャットみたいなのも好きなんで結構文字ベース好きだから なん,かなんやかんややっちゃいそうだなと思って、うん、その戦略的にこう変えるっていう感じよりももしかしたらインスタストーリーが減っちゃうかもしれないみたいな,あなるほどスレッツの方が楽しくなっちゃって<ー> <laughs> <laughs> でもやっぱインスタストーリーだとすごい自由にいろいろ配置できたりとかテキストベースだとこうスレッドっていう名前 的にも全部こう一列になっちゃう感じがするけどインスタストーリーだとなんか例えば質問ボックスとか作ってみんなから質問をもらってそういうなんかちょっとコラボみたいな感じのことができたりするのもすごい楽しいですしあのインスタのフィードポストはやっぱりもうポートフォリオみたいなそうですね役割をしていると思うのでそれは変わらないかなっていう感じですね。こここういううういいいとでできますこういう人です人みたいなのを 飾っておく場所みたいなインスタのポストは、はい、でストーリーはなんか日常の遊びみたいな感じですけど、なんやかんやなんかひ暇な時っていうか何か言いたい時に開いちゃうのはテキストベースの方になっちゃうかもなとは思いますね。でもやっぱストーリーでちょっとあのいろんな 人とコミュニケーションすること多かったんですけどストーリーになんか返信してくれてそこから DM でちょっと話すみたいなことがあるんですけど、はい、それって、他の人に見えなないいじゃでですすかあそうですね、うん、だからなんかこのすごくいい会話をしてたとしてもうん、うん、あの他の人が参加できなかったり見れないからちょっとそこは残念だなと思ったりしていたんですが、うん、DM で話せて嬉しいっていう方もいると思うので。うん、なんか そ,ね、それはそれでいいんですがなんかパーソナルな話とかあったりするかもしれないのででも、基本的にはみんなが見えるところで会話してみんなの意見を反映したり、うん、いいねとかだけでもなんかつけてくれたりとかそ、ね、そのスレッドに参加して返信でなんか意見を追加したりとかっていうのはうん、うん、やっぱりそのツイッターもそうだけどテキストベースの楽しいところかなと。 思いますツイッターどうなりますかねこれからツイッターはもうちょっとオワコンじゃないう今日ね <laughs> 激鎮したと思うな本当にいや本当にそうです、ね、最後の人差しに刺されたみたいな <laughs> 今まではねあのなんだかんだこうまあ自爆とか出てきたけど<爆>あそうそうそうそそ,そのその勢力はそこまでこう強くなかったけど今日のスレッドとその自爆 <laughs> もあり <laughs> もう戻ってこれないんじゃないかという感じもありますが厳しいと思いますねやっぱりちょっとあのもうインフラが使い物になっていないのでうでお、ね、そうにもエンジニアがいないしもう多分ハイヤリングできないから。はい かなり厳しいと思います、ツイッターは。ということで、私のスレッズアカウントと、ユカスターもスレッズアカウントを多分作っているので、うんうん、なので、スレッズでもフォローしていただけると嬉しいです。というか、もしかしたらインスタもフォローしていなかったら、インスタもぜひよろしくお願いします。 宣伝ついでにもう少し宣伝してもよろしいでしょうかはいお願いします <laughs>、はい、えっ、ー、とですね我々、えー、とニュースレターもやっておりまして月に1回か2回ぐらい、うん、えと私のプチエッセーみたいなのがあったりとかあの最近こういう動画アップしたよみたいなちょっとアップデートとか何かいろいろまとめてちょっとした んなんてう月報ってちょっとなんか響きがなんか <laughs> 会社みたいだな <laughs> えっとーまとめまとめ記事みたいなものをお送りしておりますのでサインアップのリンク貼っておきますあの、はい、メアドだけ入れていただければ次から送るようにします、はい、あとですねユカスタコミュニティというコミュニティもありまして私の YouTube チャンネルの メンバーシップを経由してやっているコミュニティでこちらもねとても楽しいコミュニティで、はい、いつもみんなで黙々会という名でポモドーロタイマーをつけて作業したりとか、えー、いろいろディスコードで遊んでチャットして楽しんでおりますので、はい、特に仕事とか学校とか以外の場所でお互いをモチベーション刺激し合えるような仲間が欲しい人随時募集しております。 すごくいいコミュニティなので、うん、ぜひぜひ入ってください今日もゆかすポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます Spotify でお聞きの方は Q&A 機能でぜひ質問や感想を教えてくださいそれではまた次のエピソードでお会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ